アンリ・ラングレームは、ヴァロア家統治期のフランスの貴族。フランス王アンリ2世の諸子。アンリ・ド・フランス、アンリ・ド・ヴァロアとも呼ばれる。一般には、シュバリエ・ダングレームとして知られた。アンリ2世とその妾の一人である、フレミング教夫人、ジャネット・スチュアートの間に生まれた。母は、スコットランド王ジェームズ4世の庶出の娘であり、メイのスコットランド女王、メアリーの養育係として、フランスに渡った。このためアンリは、メアリー女王の従弟に当たった。フランス王室より、ラシェーズ流修道院長、フランス大修道院長、レバント海提督の地位を与えられた。さらに、プロヴァンス州知事も務めた。1568年、メアリー女王が、息子のジェイムズ6世支持派に敗れて、イングランドに亡命した。女王支持派は1570年、女王復権のために、フランス人部隊のブリテン島への派兵が構想された際、その部隊の指揮官として、アンリを推挙した。アンリが、スコットランド王室及び、フランス王室の流れを組むため、イングランドとスコットランドで、尊敬や支持を得られると期待したのである。しかし、女王のフランスにおける代理人であるロス司教ジョン・レズリーが熱心に働きかけたにもかかわらず、フランス政府によるスコットランド派兵は実現しなかった。アンリはユグノー戦争にも従軍し、反乱者であるユグノー陣営と戦った。1572年8月のサン・バルテルミの虐殺では、ギーズ公、アンリ、オマール公クロードと共に、ユグノー派指導者殺害計画の最高指揮官に名を連ねた。その後も、イボ兄弟のアンジュー公の指揮するラロシェル包囲戦に参加し、1573年からは5年にわたるメネルブ包囲戦のカトリック側指揮官として活躍した。プロヴァンス州知事としては、詩人のフランソワ・ド・マレルブを秘書官とした。アンリは多くのソネットを残し、作曲家のファブリス・カイエタンは、アンリの死に曲をつけている。1586年、エクス・アン・プロヴァンスで、フィリップ・アルトビティとの決闘により死去した。ありがとうございます。